はい、どうもハピネスタークのハピネスです。新 SD 戦国伝機動武者対戦実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回ですね、ガウンランドをクリアして、次のステージ隣ですね、スタスタスタ、まあ、大体長野あたり、なんて読むんだろうねまあ特別なちょっと読み方するからなんて読むかわかんないけど、カシュトトリで、この後ね始めればまあ読ませてもらえると思うけど、じゃあとりあえず次のステージで、対戦ねやっていきたいと思います。第2章、騎馬城、騎馬城カシュトトリでを突破せよ。絶対カシュトトリでじゃないけど、うん、 OK 行こう。まだ3人だからね、月影とガンタンクとガンキャノン、この3人しかいないからね。謎の一団を追う一行の前に、かつて難攻不落の騎馬城、牙城と呼ばれた闇軍団のカシュト砦が立ちふさがった。絶対違う。そして先を急ぐ一行が一気に無人の砦を通り過ぎようとしたその時である。勝利条件、砦を強行突破せよ。通り過ぎればいいってことなのかな。ここが先の合戦で廃墟になった闇軍団のカシュト砦か。なんて読むのか全然わからないままに俺はどんどん言っていくぜ。兄貴、こんな物騒なところは早く通り過ぎてしまいやしょう。またあったな、小アッパども。我が名は、はやぶさ天狗。そのまま行くぜ。出たでやんす。お前はガウンランドにいたやつ。闇軍団よ、今度は何を企んでいるのだ。闇軍団我らに歯向かうとはお前たちいい度胸ね。他にも嫌がったか。多勢に無勢。こうなりゃ虚構突破あるのみ。できると思って、砦の向こうに着く前に体がズタズタになるだけよ。これ突破すればいいのかな。でもなんか全滅させなきゃ寄ってたかってくると思うんだけど、あいつら。お前らが先かよ。よし、オッケー、俺のターン行くぜ。よしよしよし。じゃあムーンライフルで一気に蹂躙。ちょっと距離を取って戦ってった方がいいね、これはね。距離を取って戦っていかないと、まあ、近くに行って囲まれるのが一番やばい。うそでしょ。グワッグワッグワッ。アフラックか、めっちゃ強いなあいつ。どうしようかな。一発目与えられなかったのが狩猟武者。おーっと、結構効いた。狩猟武者、ゾンビの癖して撃ってきやがったのか、あ、避けてきやがったのか。これ反撃出てほしいな、月影反撃4。よし、6。よし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 、オッケーオッケー。6ならまだオッケー。ガンタンクはそんなに出てかない方がいいよね。出てかずにフォローに回ろう。ザ・フォロー。フォローミーって言って。俺のタンクにフォローミー。オッケー、次のターンで潰す。次のターン寄ってたかってくるんだろうけどね、あいつら。お、どれってか、どれだ、あの紫のやつがさっきの闇軍団の翼天狗か、はやぶさ天狗か、勝手に作った名前。おほほほほはどれなんだろう。おほほほはどれなんだろうな。あぶねえ、ガンキャノンマジで避けてくれますね。よし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 、距離を取って戦うぞ。あんま砦の入り口の方に行くとやばいからな。ちょっと距離を取って戦わなきゃいけないから、こいつからは離れつつ、あの突き掛けの隣のやつを狙っていこう。この辺かな、ここか。よし、オッケーオッケーオッケー。これね、当たればあの狩猟武者は倒せるね。ムシャーって言って、オッケー、よっしゃー、オッケー、グギャー、オッケーオッケー。バイ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 、ドン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 。あいつらはあれかな、ターン制か、ある程度こっちが侵入したら動くパターンの敵かな。マス目のゲームにありがちな。どうしよっかな。じゃあ、あんま多く行かない方がいいね。先にこのこいつらを潰すべきだね。てか、こいつらが何体かやられたら動き始める敵もいそうだね。それで寄ってたかってきそうだね。結局それが怖くてね。おお、一撃。めっちゃ強いな、月影。さすが、ムーンライフルは外したのはなんか、ちょっと何かの手違いだったっていうぐらいに一撃だったね。すげえな。まだ必殺技は使わないでおこう。ちょっと敵のね、あの、幹部どもが来たら、必殺技を使って、これで当たれば全滅かな。当たる当たる。よしよしよしっしよしこよしこよしこ。オッケー、よし。周りのアイテムも欲しいな。来やがった来やがった来やがった、めっちゃ来やがった。どうしようどうしよう。まあ、奴らに来させた方がいいね。
まあ、迎撃迎撃スタイル、迎撃スタイル。敵が来るのを待ちます。結構来てんな、一気に。困ったなこりゃ、困ったなこりゃ。わお、ちょっとアイテム。ツッキーはアイテムを狙っていこう。うわ、めっちゃ来たんだけど。おほほほはどれ？あ、あれか、あの入り口にいるこれか。多分これがおほほほ、これがおほほほだ、あの女。よし、じゃあ早速攻撃していこう。まあ先に出てきちゃったやつね。トストス奉仕倒しましょう。こいつはまあ先にね、こうやってガンタン一撃だった。ガンキャノン強すぎだろお前。めっちゃ強えよこいつ。あいつ何のために降りてきたんだっていうぐらい強かったわ。すげえな、ガン、すごくないこのフォーメーション。ちょっとフォーメーション取りましょう。あ、やべえ、幹部が降りてきた。ハヤブサ天狗、月影は取っちゃうよ。アイテム握り飯、オッケー、回復アイテムね。オッケー。なになになに、こぞってきてない？なんかめっちゃ来てんだけど。すげえ、なんか襲来してる、一気に来てるやつら。あ、ここ難しいやつだ、マス目が坂道だから。坂道ってこうマス目のゲームでネックなステージね。いやー入んないね、こいつ。ここまで行かなきゃ入んない。あ、ここなら入るんだ。次やられるよね、大丈夫かな。でもダメージ与えちゃうか。大丈夫。月影も来れるし、次避けんなよ、その代わり。よし、結構 HP あるな。防御力も高いんだね。うん、怖い。よし、これ塞いでるけどいいのかな。ちょっと待って、あいつを攻撃したいんだけど俺。無理だよね、ガンキャノンの位置でなんとか攻撃できたって感じだったもんな。ここは？あー、あ、じゃあここまで行けば。どうしてもそいつなんだ、トッソソ星なんだ。こいつ一撃で潰せないかな、トッソソ星。あー、ちょっと残りやがった、チキショー。あー怖い怖い、もう行列できてるし。次の方どうぞみたいなね。やめろ、うわー、プネ強そう今の。ちょっとあいつ潰したいな。無理か、いやー無理だ、来るの待たなきゃダメだ。じゃあちょっとムーンライフルでこいつを潰しましょう。トッソソ奉仕を、ガンキャノン離れねえと囲まれるぞあれ。毎ターン攻撃されるぞ。よしまず一人ね。またあいつらすげえ人数で来てるからな。でもそんな動けないんだ。あーやばい、この幹部の攻撃力が一番やばそう。一撃やばい。うう、我に倒されることを光栄に思えとか言ってて、18だった。でもダメージ、あの杖はあんま強くないんだ。必殺技でいこう。ここは大輪の花、かっこいいね、大輪の花、渋いね。いっちゃうぞ、大輪の花、かっこよくない？大輪の花とか言って技名。でもこれも避けられる可能性があるからね。53、よしまだ生きてるねあいつね。しぶといやつだ、幹部め。おほほほがちょっと遅れてきてるんだね。まあ一人で出張ってきたことを後悔させてやりましょう。六尺玉、オッケー。すごいよ、花火まみれだぜあいつ。ファイアフラワーまみれだよ。えーい倒したか、死んだ、よっしゃ、オッケー、もうオッケーじゃない。うん、あい、まだ生きてんのあいつ、お疲れ様でした、になれよ。はあいつすげえ頑張るな、しぶといやつじゃん。オッケー、じゃあムーンライフルで決めましょう。よっしゃー、これで勝ったんじゃない、幹部には。ハヤブサ天狗14、避けんなよ。うわー、なんだこいつ、おい、1万人も早かったらしい、当てるのは。なんだよお前、マジかあいつ、チキショー。でこっちはね、こっちは花火銃でいきますよ。月影に意識を取られている。一方その頃ハヤブサ天狗さあ、うわ、なんだよこれ、ゲームの思う醍醐味かよ。なんだよ、1って何、チキソースだなあいつ、面白いじゃねえかって感じ。オッケー。でもこれでこいつもやられたから、さすがに1の状態で元気じゃないはず。オッケー。今日のところは勝負を預けたぜ。ああ、そういうね、三国無双的なね、やられるときは、逃げるときはセリフがちょっと違うみたいなね。オッケー。よっしゃ、倒した、危ねえ、幹部一人倒した。くっそー、なかなかやるじゃねえか、
次は覚えていろよ。ありがとうございました。よし、あとはあの行列を倒すだけね。やばいだろあれ幹部倒したのはいいけど、あーなるほどね、あそこまでしか来れない系もいるんだ。うわ、なんだこいつ、避けろ。よし、オッケー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 。危ねえ、ああいうなんか魔術的なの一番やばくない？雰囲気が。ちょっとこの近くにいることを後悔されて されてやりましょう。月光返し、月光返しでちょっと鋼柄、穀物だよこいつは。穀物、え、なんだこの二人の戦い、何ちょっといい戦いしてんだ。早くやられてくれよ、いっぱいいるんだよ機械が。危ねえ、ちょっともうガンキャノン、ガンタンクはこう外から撃ちまくって月影が特攻して切り伏せる。しんどけそこは。いやーちょっとしぶといの嫌だな、早くやられてほしいな。六尺玉またいっちゃうぞ、これ使いやすい。六尺玉とかこのちょっと距離に離れてる技、安全圏内から撃ちまくれる。場合によっては複数にも当たるしね。あ、死んだんじゃん、あれで。死んだよね、死んだよね。うん、すごい、なんかガンタンクがめっちゃレベル上がる、とどめ刺しまくってるから。 OK、 気づけばあと5体、違う5体どころじゃねえ、6体ぐらい、ん ?7 体とかいるか。これ強行突破しろっつっても刺すできないよね、どう見てもね。グフ来た、待って、おい1かよ。見た目に合わずめっちゃ弱い技だった、よかった。来るとこ来るとこ待ってれば敵は来るみたいな感じの戦い方。ウェイ、よし、なんかクリティカルヒットしたみたいな感じだと一撃なのかな敵が。なるほどね、ちょっとたまには必殺技いくか。あ、六尺玉使いすぎた。なるほどね、じゃあちょっとたまには銃も使いますか。銃を使って、あ、何、あ、ダメだ、じゃあ連射ちょっと離れて撃つか。はい、よし、入った、よし、オッケー。なんか、フロントミッションみたいに、でも仲間が入ってると仲間もこの範囲内でダメージを受けるとか、そういうのないからいいね。あ、連射ってそういうことか。この、背負ってるキャノンから2発同時にやるんだ。おー、死んだ？よし。確実に1体ずつ。正面行くのやばいかな。いや、大丈夫だ、多分。必殺。あー、邪神一掃弾。めっちゃかっこよくない？邪神一掃弾。ほら。さっきやろうとして外したやつだよね。これ当たってほしいな。なんだ？おお、一撃だった。あ、ザクじゃないですか。ザクのちょっとかっこいいやつ。戦車みたいな形してたね。これ何？おほほほ？これは。これ、来た！幹部。出た！あぶねえ。こいつ、早え。斧みたいなの持ってる。もう一日経ちそうだね、戦いが。こいつら後ろのとこにはよく進めるけど、前にはあんま進めないのかな？うわー、月影やめて攻撃しないで。うわ、あぶねえ、1かよ、ウェイ。よし。あぶねえ。よし、幹部狙っていこう。なんて読むんだ、あれ。難しい名前してんな、あいつ。めっちゃ効いたな、73。111。よし、オッケー。よし。集中攻撃。うっかり砲で行きましょう。違う、こっち。よし、OK。そうか、範囲内全体攻撃とどっちを選ぶかを攻撃する2パターンあるんだね。よし、よくもやってくれたわね。次で倒せる。これはもう距離を取ってムーンライフル。お前は射撃に運がなかったってやつだって。射撃の的さ、所詮なっつって倒せろ。よーっしゃ、こいつ、あ、こいつも逃げるんだね。なるほどね、覚悟しっつってたもんね。わらわに恥をかかせおってっつって。オッケー。よっしゃ、あばよ。喋る、なんか。お、喋った。キーや、やるじゃないの。勝負は次回にお預けよ。なるほどね。オッケー。次はもっと強くなってきな。俺らも強くなってるからな。あれ、一番多くなるやつはザクか。これは何なん？じゃあ。あ、グフじゃねえ。こいつがグフだ。あの、突然放射、ゴックだ、ゴック。そうか。グフだね。この青いのがグフだ。なるほど。来た。よっしゃ、オッケー。やめて、あぶねえ。なんか刀みたいなんで、担当みたいなので、反撃しげやがった、あいつ。1しか効かなかったけど。こう、ガンタンクは射撃でちょっと迎撃。突突砲士たちは。もう幹部いないからね。やつらの士気も落ちてることでしょう。よし、オッケー。ザクが最後かな、あの戦車。めっちゃ強そうなんだけどな、見た目は。
おお、ガンタンクめっちゃ攻撃力が高い。一撃で倒してもいいぐらい。なんだこいつ、なんで突きかけ狙うんだ。やめて。ビビった。あの音ビビるね。ちょっと心地いい SE ね。気持ちいい SE がちょっと強そうなんだけど、あんま強くないっていうね。月光返し、よし。あ、2だったこいつ HP。 まあいいや。ちょ、見た目、演出派手に倒していくぜ。オーバーキル感がすごかったね今ね。よし、 OK。 またレベルが上がった。月影もガンタンクに負けじとどんどんレベル上がりますね。おお、どんどん来るね。グフが、こいつグフだよね。お、来た。お、よっしゃ、オッケー、反撃。いけるか、いかないか。よし。こいつ殴るだけで倒せるかな。それでもなんか、新しい技ないかな。あー、だいたい距離系なんだね。じゃあ普通に殴って倒しましょう。こいつは、パーンチっつって。22だからね。オッケー。削り岩亀。よっしゃ、オッケー。いやー、これはね。オッケー、あばよ。よしよし。もうみんなでレベル23になったね。よしよし。ザクは、ザク全然動けねえんだな、あいつ。重いんだな、あの、背負ってる、なんか、シャチホコみたいな大砲が。よし、オッケー。これで、射撃して、月影でとどめを刺すと。SE がほんとかっこいいね。気持ちいい。よし、背後から攻撃していこう、月影。よし、行くぜ、行くぜ。なんか他に技なかったっけ。あとは、峰打ち。こいつは峰打ちで倒すか、じゃあ。ちょっとあれだね、暴れん坊月影だね。あ、1残っちゃった。そりゃそうだよね、峰打ちだもんね。そりゃそうだよね。ザ・禁止みたいなね。OK、じゃあ、そこにすかさずガンキャノンが殴り飛ばしてとどめを刺すみたいな。峰打ちの意味うねう、え、OK。うん。オッケー、よし、オッケー。オッケー、あとザクだけですね。あいつ足が遅いからおのずと最後になっちゃいましたね。こっちに来る前に倒すっていう、ちょっといじめっぽい感じで倒していきますか。わかった、ここだ。よし、オッケー、いった。崩壊、すごい名前だな。まがまがしいな。かっこよくないあれ。ちょっと技が見たいんだけど、本当は。ダメだね、でも見れそうにないね。見れそうにないな。反撃とかしてこないかな。蒼月草で死んじゃうかな、こいつ。避けるとは思えないしね。さらば。よっしゃ、また出てきてくれ、お前のフォルム。よっしゃ、全滅した。突破どころか。迎撃者、およっしゃ。なんとか突破できたでやんす。やんすじゃねえ、やんすはキャノンか。怖かったでやんす。これから先もこんな怖い旅が続くでやんすか。愚痴るな。嫌なら置いていくぞ。とにかく先を急ぐんだ。一刻も早くガンダム軍団にこのことを知らせなければ大変なことになるんだぞ。こうなりゃ嫌でも鉄砲でもやっぱ持ってこないで。かわいい。砦を突破することに成功した一行だが、これで敵が諦めたことは月影には思えなかった。先を急ぐ一行、やがて彼らの疲れを癒すかのように小さな村が見えてきた。おお、休憩所。いいね。はい、じゃあこの砦を突破して次なるところ、完全に長野とか新潟とかあっちの方に行こうとしてますけれども、下流鍵村、なんかここでも事件が起きるとかそういうことなのかな。いや、いかんよ。セーブしましょう。いかんよ。はい、というわけでね、セーブが終了しました。じゃあ次回ね、ここをやっていきたいと思います。はい、それではお送りしたのはハピネスだけのハピネスでした。また次回お会いしましょう。さようなら。